女子 W 杯オーストラリアニュージーランド大会決勝トーナメント準決勝スウェーデン1から2スペイン2023年8月15日オークランド写真女子 W 杯準決勝スペインスウェーデン敗戦後主審に詰め寄るスウェーデン代表 MF セゲル中央左サッカーの女子ワールドカップ W 杯オーストラリアニュージーランド大会は15日準決勝が行われ フィファランク3位スウェーデンが同6位のスペインに1対2で敗戦。3年米国大会以来20年ぶりの決勝進出を逃し、3位決定戦に回ることになった。悲願の初優勝への夢が途絶え、スウェーデンのニュースサイト、ニーヘター24ではスウェーデン代表イレブンがこの試合を担当したブラジル人のバチスタ出身に激怒していると報道。判定はもちろん、 試合中に主審との会話が成り立たず、英語すら喋れない状態だった模様。対してスペインの選手とは母国語がスペイン語に似ているポルトガル語ということもあってスムーズに会話していた影響もあり、スウェーデンに対し判定が不利になったのでは。という疑惑を報じた。DF ビョルンは試合後、私は彼女、主審に話しかけなぜ質問に答えられないのかと尋ねると、彼女は微笑んで私を見つめました。 それは横たわっている人が蹴り飛ばされるような感覚でした。あまりいい気分ではありませんね、とコメント。FW アスラには、私は英語を話そうと努力しましたが、まともな返答はなかった。少しコミュニケーションを改善する必要があると思う。このような試合ではもっとトップレベルの審判が裁くべきだ、と指摘。FW ハーティグは、非常にレベルが低く残念だった。 私たちが大きくて強いという理由だけで、すべて不利に働いているような感覚でした。スペインの選手が簡単に転がってファウルを誘うのは分かっていたのに。何と言っていいか分かりません。と決勝点の場面など、終盤複数あった相手に与えたフリーキックなどの判定について不満を口にした。さらに MF カネリードは、主審は私たちの面前で笑った。私はめちゃくちゃ腹が立って、 イライラした。彼女はスペイン選手らと同じ言語を話し、それが彼らに多くの利点を与えた、と怒り浸透。DF イレステッドもスペイン先制ゴールの場面について触れ、オフサイドがなかったと判断されたことが正しいことを心から願ってます。もし審判が間違えたのだとしたら、私の気が狂ってしまうからです、とコメント。ほとんどの選手が審判団に対し、 懐疑的な言葉を発したという。